ツインパー XD を半年前に毎週サーフで使用しております。毎回水洗いして、油を差しておりますが、少しシュルシュル感、違和感で出します。そろそろオーバーホールに出した方が良いのでしょうか。アップトゥーユーですね。あなた次第でございます。そこで別に俺は問題ないなって思ってるんだったら出さなければいいしね。いやいや、これもう少し、まあ、半年程度でオーバーホールとは普通的にはあんまりありませんけどね。どこまで気にしてるかですね。 A 型の方と AA の方と AAA の方がいますから、ね、それによって変わってくると。先日スポーギングのオーバーホールのキャンペーン、オーバーホール出して帰ってきました。リーリングで明らかにシャリシャリ音が出ているのにベアリング交換されず、グリスの塗りもそれは言っとかないとダメなんですよ。基本コースのオーバーホールです。おすすめのオーバーホールショップありますか。何をオーバーホールしたのかにもありますね。うちの鶴ちゃんは相当すごいですよ。島野に結構教えますから。オーバーホールは何日ぐらい預けると、まあ、もう早いお店という遅いお店があります。早い店ですと大体、2週間ぐらいです。早い時は1週間で直ってきます。遅いお店ですと1ヶ月から2ヶ月になります。それは、島の店かそうじゃないのかっていうのがありますね。島の看板が出ていて、それでいて島の外交がですね毎週必ず来てる、そのようなお店で大体1ヶ月、外交は来てるもののそこから送りが出てるのか、つまり修理をですね週2回、島野に送りを出して、通い箱というのがあるんですが、その扱いをしているお店とそうじゃないお店ではすごい差が出ます。通い箱まであるお店というのはどちらかというと、すいません、大型店です。うちは中型店です。大型店ではないですが、ただ島野の関係で行きますとうちが一番早いです。あとはもうだいたい100坪以上のお店じゃないと修理というのは出さない方がいいですね。100坪以上のお店ですと、もしくは100坪ないところでもうちは強いよ、ここのメーカーに対してっていう自信を持ってるところは別です。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。